オフィスコンピュータは主に中小企業等での事務処理を行うために設計された比較的小型のコンピュータ。主に日本のみで使われる故障で海外ではミニコンピュータ、ワークステーション、ミッドレンジコンピュータなどと呼ばれるコンピュータの一形態で各メーカーによる独自設計が用いられていることが特徴である。IBM AS-400 オフィスコンピュータは ミニコンピュータとほぼ同クラスの機器であるが、ミニコンが主に科学技術計算に利用されるのに対し、主に事務所利用を想定した設計になっている。海外ではメインフレームなど大型機を持つメーカーを中心にスモールビジネスコンピュータ、ミッドレンジコンピュータとも呼ばれる。ミニコンピュータ同様に端末から操作される種類のコンピュータで、 端末には高度な処理能力を必要とせず、文章や図表、印刷の定裁に至る機能までもを内部で処理して、端末の画面やプリンターへと出力する。特に、オフィスコンピュータでは、伝票類の印刷や業務収支計算などの、プログラムが用意されている。日本では、1970年代後半から1990年代に、かけて、中小企業の財務会計や、 給与計算、販売管理といった、全社的な業務処理システムや、大手企業の支社や支店、部門ごとの処理システムの構築用に多く導入され、全国の中小企業や、工場の情報化に貢献した。日本でのオフィスコンピュータは、メインフレームのような海外からの技術導入とは、直接関係なく進化していった。また、日本独自の商習慣や日本語を扱う点などが、 システムそのものの設計にも影響し、海外からの進出が困難だった市場でもある。設計は、基本的に、各メーカーの独自アーキテクチャである。オフコンと呼ばれるコンピュータには、現在のサーバーに相当する、NECS3100 などのコンピュータから、クライアントやワークステーションに相当する富士通ファコム、K10 や n e c n 五千二百などのコンピュータまで存在する。 市場の縮小の影響で、日立、東芝、NEC などの大手メーカーが撤退した。現在の主なメーカーは、日本 IBM、三菱電機、富士通となっている。現在の業務サーバーに近い形で使用され、コンピュータネットワークを介して接続された端末から、データを入力したり、必要なデータを呼び出したりする。また、入力機器は、 端末コンピュータに限らず、磁気カードリーダーやバーコードスキャナさらにはキャッシュレジスターといった現在のボスレジスターや様々な計測機器の類もネットワーク上に接続されて運用され、その中にはプリンターや必要なら遠隔地のコンピュータや端末と接続するモデムなども含まれる。外部から独立したネットワーク上で動作するこれらのシステムは、 基本的に外部ネットワークとの接続を前提としていない。このため専用の入力端末に専用のオペレーターが付くという形態で使用され複数の端末と通信してデータのやり取りを行う。設計としては基本的にクローズドアーキテクチャであり専用の業務処理プログラムを稼働させることを目的としている。 すなわち、ある業務を行うための専用アプリケーションが動作する、専用のコンピュータという構成のもので、ハードウェアとソフトウェアをセットにして納入され、その納入した業者が、機器のメンテナンスからソフトウェア操作や運用方法をサポートする形態が多い。このため、同機器が広く利用された時代に設立されたソフト会社には、これらオフィスコンピュータを構成。 メンテナンスする業務が主であったため、オフィスコンピュータという社名を使ったものが多い。メーカー独自の仕様ではなく、業界の標準となっている仕様を用いることを、オープン化という。この場合は、オープン標準のユニックスだけでなく、事実上標準 OS となっている Windows も含まれる。従来は、各社独自仕様のハードウェアとソフトウェアにより構成されていたが、 各社は1990年代以降は、ユニックスサーバや、PC サーバで利用されるハードウェアに、オフコミ用の OS を移植したものが増えている。例えば、富士通のプライマジー6000、日本電機のエクスプレス5800、600、三菱電機のエントランス、セントレージは X86K の CPU を、搭載した PC サーバに独自 OS を稼働させている。 旧来の端末は受け取った画面データを表示したり、入力信号をデータ通信するだけの機能しか持たなかった。その一方、Windows 系のパーソナルコンピュータの処理能力や記憶容量が向上し、受け取った数値データを必要な表に変換したり、接続されたプリンターやスキャナ等の接続機器からのデータを処理する能力も持ち合わせるようになり、これらのパソコンをランで ネットワーク化することで、かなりの業務処理ができるようになった。また、旧来のオフィスコンピュータは、いわゆる2000年問題を抱えることも多く、1999年までに、多くのオフィスコンピュータが、システムの刷新を求められた。その結果、高価なオフィスコンピュータは、システムの乗り換えによって、汎用性のある、パーソナルコンピュータなどに代替され、徐々に使われなくなっていった。 しかしながら、オフィスコンピュータが、クローズドアーキテクチャであったことから、長く蓄積された、業務情報などの資産を全面的に、Windows 系 OS などへの環境に移行することは、コスト的に困難である場合も多い。そのため、その過渡期的なものとして、オフィスコンピュータの端末としての機能を、パソコン側の端末エミュレータに持たせることで、双方の機能を共存させて、連携。 運用できるものもある。これらは、現在においても、金融機関や病院などの一部オフィスで利用されている。また、仮想化技術によって、レガシーシステムとユニックスシステム、Windows システムなどのオープンシステムを一台のサーバにまとめられるようになった。アメリカではトランジスタを使用したミニコンピュータからオフィスコンピュータにあたるスモールビジネスコンピューターが誕生したのに対して、 日本では逆にオフィス向け小型コンピュータの方が先に進化した。このため、英語圏ではミニコンピュータに SBC が含まれるのに対して、日本ではミニコンピュータとオフィスコンピュータが別のものとして存在することになった。1959年、会計用機械を輸入販売していた日本人向きが電子会計機の国産化を NEC に依頼した。 NEC はすでに実績のあるパラメトロンを使用したニーク1 2 0 1を開発し、1961年にリリースした。当時、日本人向きが唯一の販売代理店であった。これは好評を持って迎えられ、NEC は1964年に後継機のニーク1 2 1 0をリリースすることとなる。NEC の独占上であったオフィス用小型コンピュータの市場だが、 1965年、富士通がファコム2 3 0 10を投入。これは日本語コボルを利用できるトランジスタ式コンピュータであった。また同年、日立製作所は独自 OS のヒト1区 -8100 を発売した。対する NEC は1967年 IC を全面採用したニーク1 2 4 0を発表。 1968年には東芝、三菱電機、内田博之などが製品を投入し、オフィスコンピュータ市場は一気に活況を呈することとなった。1970年代には、販売管理、財務管理、人事給与など、本格的な事務処理機能を備えたオフィスコンピュータが登場するようになった。特に1974年のニークシステム100が、 オフコンの名を定着させた。1980年代初頭は NEC、三菱電機、東芝の三強であったが、80年代後半には NEC と富士通の二強時代となった。さらに、1988年に日本 IBM がエース400の販売を開始し、三強の一角を形成するようになった。1990年代前半に、 オフコン市場は全盛期を迎えたが、Windows サーバの登場により、オープンシステムが事務用、コンピュータ市場の主力となった。独自 OS や CPU よりも、Windows や汎用 CPU に移行するオープン化の波によって、オフコン市場は縮小し、採算の取れなくなったメーカーの撤退が相次いだ。日立製作所は1993年に、 東芝は1996年に新規モデルの製造を中止した。2000年の出荷台数は1170台が2015年にはその1割の1022台に落ち込んだ。2015年にはオフコン市場で富士通とトップシェアを争っていた NEC が新規モデルの製造を中止した。2018年には富士通がハードの製造から撤退し、 クラウドでのオフコンサービスの提供に切り替えた。2010年代でも、クラウドシステムやオープン系サーバーと共に、クローズドなメインフレームやオフコンは、その信頼性、安定性の高さから、企業の機関業務などに使用され続けている。ありがとうございます。